トランセンドの勝負服に隠されてるデカパイが揺れるのいいよね。に対するみんなの反応集。勝負服は巨丸感隠されてて健全なのよね。隠しきれてない。胸のところから膨らんでるのがわかる。うお、ゆっさゆっさ。デカすぎる。頭ぐらいある？そのサイズで侵入ポジションは無理でしょ。ヘッドホンが別で揺れてるの地味にすごい気がする。これヘッドホンじゃなくて肩もみきだったりしない？トレちゃんどこ見てんの？トレちゃんが見るいつもの景色、ちょいちょい見てることも知っているがえ。B86 はヤバくない。ダルマエボギとほぼ同じと言われるとヤバい。これが見たかった。なんとなく後ろの鈴鹿さんでダメだった。親の顔より見た胸。レース終わったら毎回こんなタクタク揺らして駆け寄ってくるんでしょ。絶対耐えられないよ。だがトレちゃんはトランが面白がる程度で済むのでした。自分らおかしいやろ。ほのかに汗と性感剤の匂いもするぞ。ん？また新作のやつか？ほほう鼻がいいねえトレちゃんは。肩ぶつけてきながらそういうこと言う。走ったばっかりなので体温高いのが勝負服越しでもわかるんだよ。買いでもいいよん。トランスイは合法。横乳は別料金だよん。両側から挟まれたい立ち位置。ダート3人が対応すぎだろ。立ち絵からしてニッチな層に刺さるんだろうなぁと思ってた。刺さった。実はすごい美少女なんじゃないか。ロケットもいいけどワンもいいよね。シャイ、シャイ、シャイ。やっぱりメガネない方が可愛いな。3系にショス。メガネとか外したら実は美少女の伏線だよな。俺、お前、芝生、父だけじゃない、太ももやばい。このでっかい垂れ目が俺を狂わせる。ムチムチタヌキいいよね。垂れ目に我慢できんくて回すしかなかったんや。揺れるままにわがままに僕はトランセンドパイ見てたい。トレちゃんうちのオマルパイ大好きだもんね。うん。朝首元がダルダルの T シャツからこの早急が顔を覗かせるんだよね。隠してから言え。やっぱ隠さないで。苫小牧に来ればこんくらいの人いっぱいいますよ。速攻苫小牧市への移住希望者が急増。トランセンド普通、S4R シティミニサイズ、振り大袖でかい。耳のサイズ的には、こんなやつ友達にいたかな、いたかも。こいつ正月イベントでわざわざトレーナーの部屋に乗り込んで落ち着く香りって言いながら無防備に寝るからな。そういえば、記事的にもアウター脱いだらムッパーってなるよねこれ。狂わされてもいい？彼女にしたい。友達感覚でうまぴょいしてそう。他の人とは親しいのに自分だけにはなんかよそよそしくて嫌われてるのかな？って思ってたらバレンタインで告白されて交際したい。トランセンドが癖に刺さりすぎて最近ちょっと困ってる。存在しない青春の日々が脳を巡り続けて仕事が手につかん。デカ丸い。春子の曲って乳揺れするのに便利だね。胸をで隠したのはナイスデザイン。小さかったら俺は死なずに済んだのに、バルンバルンを見るためにグラライをプレイしてくれる勇士に感謝というかフォトスタジオに追加してくれ。年越しちょいからの三が日クーネル遊んでちょいもするただれた関係で、ウマゾンの注文履歴が大人のガジェットかっこいいミシンとかコスプレ衣装、鋼の石かっこ定期配達で埋め尽くされてるタイプのウマ娘。デカ丸い法要トランスイは合法？トレちゃんならセーフ俺らなら車咲き。トランに触れていいのはトレちゃんだけだ。俺たちは、近寄れない。クソかは豪客タヌキ馬がよ、賢さ出るぞ。正直初めてこういうタイプのキャラ好きになったかもしれん。タヌキ顔でかぱいうちっこだてメガネとか好きにならないわけないだろ。トランセンドふぅー、ゾクゾクしたー。カッコトレーナーが自分のデカ丸いを舐めるように見ていて興奮中。垂れ目かけるメガネかける低めの声かける近すぎる距離感かけるデカ丸いとかいうお子様ランチ WX。休日にはお互いのフェチにまみれた濃厚なキョイをしててほしい。俺は眺めてるから。お弟子族にござったか。元ネタありとはいえ勝負服だけメガネなしなのは要采配だわ。これはあれだ、幼稚園からの友達が女の子だったのを知ってしまった時の気持ちがこんな感じだったよ。姉や妹で女の子という概念を知ってるつもりだったのに、よその家の子だとこんなにも違うんだな、と頭を抱えたものだ。何がトランセンドは刺さる人には刺さるだごらー。これまで興味のなかった人々にぶっ刺さって次々目覚めていってるじゃねえか。お前のせいで、お前のせいで、俺は、普通だったのに、お前のせいで、俺は大変なんだぞ、あ。死亡確認、こと切れてる。五輪中です。正しい意味での刺さる人には刺さるニッチキャラだよねと思ってたら想定以上にいろんな人にぶっ刺さってる。すでに狂わされた大手石を二人は見てる。刺さる人には刺さるというのは必ずしもニッチな需要というわけではないのです。明るくて距離感近いオタク系女子とか普通に黄金比キャラだろ。エナドリ飲みながらパソコンいじってる清潔で顔のいい子とかオタクが嫌いなわけないやん。ノーガードのところに刺す方が強いというのを実感する。みんなはなんでこの子に落ちた？
俺は固有のドアップで落ちて無事引いた。ターンで落ちた。デカ丸が無地の黒インナー着てるだけでもう割と好きなんだよな。キャラスト1話目だけで何もかもが刺さるって言ってた人が助けてくれとか言い出すくらいもだいまくりながら育成も実況してて面白かった。その人キャラでが発表の時点で今回発表された中で一番好きと言ってた上にもともとサイオシがセイちゃんって人なんでまあぶっ刺さるよねっていう。わかりやすく派手で華やかな容姿で明らかに見た目から人気でそうとはまた別ベクトルだよね。発表時点で刺さる人には刺さるデザインだなとは思ってた。それが自分だとは思わなかった。刺さる人には刺さる、刺さる人には刺さる。バカライブの日の愛、ホーンのオフヒルズ解禁になったんやな。かっこ無関心、実装日の愛、かわいすぎます。育成初手から距離感 0.02mm でビビったのは俺なんだよね。だって名前がトランセンドだぜ。ユニバーサルな性癖にぶっ刺さるに決まってんじゃん。サイリは早くトランセンドまで交換できる星さん交換券出して、役目でしょ。まあ、包丁や日本刀だって刺さる人には刺さるは間違いではないからな。猛吹雪から逃れて山小屋に避難して安心しきったところを、雪崩で小屋ごと吹き飛ばされたような気持ち。やばい。確かに刺さる人には刺さるで合ってるな。鎧を貫通してくる程度に鋭いということに目をつぶれば。このスレ見てとりあえず30連回してきたが微塵も出る気配なくて泣いてる。告知の顔が良すぎた。メガネなかったのと表情の違いで告知見たとき一瞬だれ、完全新規キャラ、トランセンド、ってなったわ。刺さる貫通力が高いので木曜の背後にいた人たちにも刺さってる。刺さる人には刺さる。俺は好きだけど万人受けはしないだろうな。これ刑事は大体万人受けしてる法則。告知時点ではダートカーマーリッキーいるからええかーってビジュアルとか全く気にしてないし普通にスルーしようと思ってたら突然刺された引いた。マジで実装前は言っちゃなんだけどドンナとか声優さんが歌手なエスポワールシティとか特徴的なノーリーズンとかで全然話題見なかったんだよな。カッコメガネコンタクト勢がポカポカじゃれ合ってたくらいでまさかここまでの威力があるとは。なんか一産でトランセンドぶっ刺さってる人結構多くて笑うんだよな。刺さるっていうか極太の針を無理やりぶっ刺されたというか、ダラダラと関係続けて30歳手前ぐらいで不意打ち気味に告白されていてほしい。はよ結婚しろ。トランセンド、こういう系キャラであると同時に普通にクソかわび少女でもあるので、本来なかって脆弱性を作り出してガバガバにする力がある。刺さるというよりクソでかいハンマーで押しつぶされた。避けようがなかった。キャラスト4話の契約までのやり取りですっごいぶっといものが刺さったんだけどこれ抜ける？シナリオ読んだらもっと深々と刺さるしなんなら別の杭が飛んでくるぞ。今キャラスト読んだわ。こいつらずっとイチャイチャしてやがる。俺はトレちゃんカッコオスだから普通に刺さりまくりなんだけどトレちゃんカッコメス目線からだとどうなんだろう。文具にいる波に刺さってる人がたまにいる。実質ロンギヌスのやり。執念みたいなでかいタイミングで出すわけでもないのに火力が高すぎる。タズナさん助けて、俺この子好きになっちまう。結局オタクはオタクに優しいギャルよりもオタクに優しいオタク友達を求めていたんだ。メガネの陰に隠れてたけどオシャレ系パッツンショートボブってそういえば今までいなかったんだな、と思った。普段のトランセンドが80点だとするじゃろ。勝負服になりメガネを外すとこれが10万点になるんじゃよ。どうか2着目では勝負服にメガネを。それでは今回の動画はここまで。ちなみにウマ娘はゲームも漫画も面白いけどアニメ版も最高だよな。Unext なら無料で31日間視聴することができるから興味があったら概要欄のリンクをチェックしてみてほしいぜ。なんと、一気見しちゃうわ。次の動画もぜひ見に来てくれよな。ご視聴ありがとうございました。